はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のちょっと待って冬についてですね。作詞は村田さん、作曲は渋谷さんとなっていますね。この曲は毎年歌われているような気がするんですが、歌われてない年ありましたかね。今ではいつも定番となっていて、アニメーションもちょっと迫ってくる感じがあって面白いんですよね。はい、今日はお母さんと一緒のちょっと待って冬についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。